こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ商品購入の交渉中に他の購入希望者の方がコメントから割り込み購入させてしまいました。交渉決裂後の異なる方法を教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ではですね、商品メルカリとかですね、ラクマでもいいんですけど、商品を売っていた時に第三者ですね、他人、2番目に来た方がね、商品を購入してしまったってことなんですよね。どういった断るとかね、交渉の方などぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね、これすべて実話なんですけど、これぜひね、参考していただきたいと思います。まずですね、割り込み商品をね、購入された場合ですね、割り込みで、人気ある商品ってどうしても来るんですよね。で、これされた場合なんですけど、もうしょうがないので、もう購入された方にね、売るしかないですよね。で、先に交渉していた方が、例えばね、悪い評価とかね、つけることがね、できないので、自分に。なので、ぜひ、そのまま商品を売ってしまえばいいかと思います。はい。ですね。特にトラブル等はないので、ぜひ、こういった風にね、していただければいいかと思います。はい。で、2番なんですけど、これ予約ですね。これ実際なんですけど、予約で商品取っといたんですけど、これ売れてしまったことなんですよ。で、この場合はね、どうしたらいいかっていうと、自分なんですけど、同じ商品ですぐね、出品しました。で、すぐ、購入しに来たんでよかったんですけど、ぜひね、人気ある商品ってね、予約でも買っちゃう人多いんですよね。もう売ってないので、ぜひね、こういった風に売っていただければ、特にね、クレームと来ないかと思いますので、ぜひ試していただければね、いいかと思います。はい。で、3番なんですけど、人気商品はすぐ売れてしまって、横取り商品が、横取り商品ですね。横取り買いたいって方が来ると思うんですけど、この場合はどうしたかというと、まずですね、横取りの方には待ってもらった方がいいですよね。で、先に来た方が値段交渉して、どうしても安く売りたいっていう、安くね、購入したいっていう方も多いと思うんですよ。で、交渉が決定した時にね、コメントにその値段を売ることできませんって言って、で、2番目の方が、それでも買いたいっていう方が来ましたら、売ればいいと思うんですよ。はい。そういったふうに、この場合はですね、できればね、あまりね、喧嘩とトラブルと起こしてしまいますと、メルカリで販売してるときはね、結構目をつける場合もあるんですよね。はい。ぜひね、私も結構そういうのあるので、商品間違えて送って、悪いのつけられてね、メルカリに目をつけてしまって、アカウントを削除っていう、最悪のパターンになる確率もあるかと思いますので、ぜひね、気をつけて、話し合いね、していただければ、特に問題ないかと思いますので、そういった場合含めてね、行っていただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げる、マルヒマニュアル、プレゼンします、2件のスタンプをお願いします。あと、YouTube が質問一切受け付けてません。LINE 登録後によろしくお願いします。本日は、それを見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。